ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。それでは、生存後のお話を見ていきましょうか。私が角を曲がると、ダミアンはため息をついた。私はまだ彼らの会話を聞いていたかった。覗き見をすると、ダミアンと D が向かい合っていた。どうしたらこのような状況に陥るのでしょうか？ D はダミアンを非難するような目で見ながら尋ねた。うむ、確かに私の責任だ。だから、追い出すまで下がっていてほしいと言ったのだ。D はため息をつき、立ち去ろうとしたけど、ダミアンは後ろにもたれかかりながら聞いた。奇妙だと思わないか？何がですか？私たちは司祭だ。私たちは闇の地下組織から人々を守ることになっている。それなのに。私たちには悪魔の彼氏がいる。何をおっしゃっているのかわかりかねます。知っているだろう。私にはベニがいる。彼は悪魔だ。そしてお前も悪魔と付き合っている。ゴーグルのやつとな。な？イズムのことですか？頭でも打ったのではありませんか？あなたには妄想癖があるようですね。D は興奮しながら言った。まるで何かを隠しているかのように。本当に付き合っていないのか？とても仲睦まじく見えたんだがな。D が去っていく中、ダミアンはからかった。本当に付き合っていないのか？付き合っていません。ダミアンは D が他の部屋に入るのを見届けた。今は付き合っていないとしても、いずれ付き合う。やっぱりとんでもない状況だった。まさか悪魔と付き合っているとは。ということはダミアンも打点してるのかな？下手をしたら D もですね。やっぱり心の闇がある者同士が惹かれ合ってる。これがカインの言っていた世界なのでしょうか？見えない引力のようなものは確かにありそうだね。選択肢は立ち去るかダミアンと話すですか？話して何かされるのもあれだし、立ち去ろうか。そっとしておこう。気を引き締めなくちゃいけない。あれ？これは。終わっちゃった。エンドと表示されませんでしたね。もしかして、もう生存は確定してるのかな？だから生存が先に出た。いろいろと試してみようか。ダミアンが歩み寄ってきた。私は彼を見上げた。どうかしましたか？彼は木製の椅子を見て、それに向かってうなずいた。座りなさい。彼が命令口調でそう言ったから、私はすぐ席に着いた。確かに、あなたは命令を聞くのが上手ですね。ダミアンは私の隣に座った。彼が回収席に腕を上げたから、私は彼に近づいた。選択肢は彼についてもっと聞く、よりそう、カインについて聞くだね。カインのことを彼は嫌っていましたが、同時に無敵とも言っていました。実際、どういう風に思っているのか気になりますね。聞いてみようか。ここは本当に安全なの？私はダミアンを見ながら尋ねた。ここですか？あなたの懸念はわかります。外のことですね。何も約束できません。ダミアンはドアを指さした。カインがどれだけあなたのことが好きだったのかわかりません。だから、確かなことが言えないのです。そろそろ寝た方が良いのでは？ダミアンは立ち上がり、私も立ち上がった。私がうなずくと、彼は私に何か言いたげに息を吸い込んだ。ああ、何でもありません。寝てください。彼は私を少し押した。あなた、司祭にしては粗暴ね。彼は肩をすくめた。私は、自分は善人だなどと言っていません。彼は影に消えていきながらつぶやいた。彼のコートの裾が見えなくなるのを見て、私はため息をついた。私は自分の部屋がどこにあるのかわからなかった。こんな状況で誰が寝られるというの？廊下に出て礼拝堂を眺めていた。真っ暗だけど、あの二人以外に誰か住んでるのかしら？一般人に解放されている教会ではないようで、時々二人と会うだけだった。説教も訪問者もない。コンクリートを裸足で感じながら、ベッドの上にあったローブを引き寄せた。そもそも、ダミアンはどこにいるの？私は誰もいない部屋に顔を出した。選択肢は根に戻るか辺りを見回すだね。本当に何をしても生存するのか確かめるためにも、調べてみましょう。すぐに置いてあるものを調べ始めた。そこには骨、魔法書、魔法陣、本、カップ、小さな植物がたくさんあった。そして真ん中には、金髪の男が寝ているベッドがある。選択肢は彼を起こす、ベッドに入る、彼を寝かせておくだね。さて、ここからはそういうシーンが入るので、お話のまとめに入ります。まず、ダミアンはネクロマンサーであり打天使でした。悪魔と付き合ってるもんね、なんで交流があるのかこれでわかったよ。そして主人公は M に目覚めました。前作にもあった流れだから、やっぱり前作の主人公にも心の闇があったっぽいね。ちなみにダミアンの翼は黒い金属の翼でした。ネクロマンサーであることが関係してるのかな？
この部分はわかりませんでしたね。そういえば、結局主人公はどんな選択肢を選んでも死ななかったよ。ダミアンと仲良くなるかどうかの違いだけですね。ちなみに、助けてもらうときに会員を呼ぶと、ダミアンは逃げて、主人公は腕を切られて死んだよ。やはり好感度が足りていませんでしたね。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。